スノーマン・渡辺翔太、月刊テレビガイド、表紙にソロ初登場。冬ドラマ、スノーマン祭り、企画も。ドラマ、先生さようならで美術教師と男子高校生の2つの世界線を生きていることにちなみ、ワイルドスイートなショッピーを撃者。渡辺翔太、スノーマンがソロ初表紙を飾る。月刊テレビガイド2024年4月号、東京ニュース通社が2月24日に発売された。ドラマ、 先生さようならで美術教師と王拓郎を演じている渡辺。作中で美術教師と男子高校生の2つの世界線を生きていることにちなみ、紙面ではワイルドスイートなショッピーを撃者。インタビューでは、恋愛観に迫った質問に答えた。さらに、SnowMan のメンバーの愛したいポイントについても語っている。さらに、冬ドラマで大活躍中の SnowMan ンメンバーにクローズアップした。 冬ドラマスノーマン祭り企画も。先生さようなら、恋する警護24時、春になったら、大奥、リビングの松永さんの名シーンを振り返るほか、目黒蓮のフェンディ・ジャパン・アンバサダー就任エランドル賞新人賞受賞の様子もリポート。